大阪高速鉄道、大阪高速鉄道株式会社、大阪高速鉄道は、大阪府内で、大阪モノレール線、本線及び、国際文化公園都市モノレール線、サイト線の二つの小座式モノレールの路線を運営している坂府出資の第三セクター会社である。一般には、大阪モノレールと呼ばれている。本社は、大阪府水田市のモノレール車両基地内に所在する。 1998年に当時の営業距離 21.2km が世界最長のモノレールとしてギネス世界記録に認められ2007年には 28.0km まで延長されたが2011年に中国重慶市の重慶軌道交通が 39.1km の新路線重慶軌道交通3号線を開業したため世界最長ではなくなっている 関西大手私鉄とは、阪急と京阪のみとの接続だが、他の各社も大阪高速鉄道の株主に含まれている。大阪都市圏は、大阪市を中心として発展してきたため一点、集中型の都市構造となっており、鉄気道網についてもその都市構造を反映して、放射状に形成整備されてきた経緯がある。都市圏の拡大発展に伴って、都心部では度の集中による、 混雑、周辺地域では、市街地の拡大による、既存鉄道の不足という問題が発生した。このため、都心部の混雑緩和、都市業務地域の分散、周辺都市総合の公共輸送機関サービスの提供、自動車交通抑制に伴う代替交通機関の提供等、不可均衡ある発展を目指す、環状鉄軌道の必要性が得られた。年、 昭和41年8月、1970年、昭和45年に開催される日本万国博覧会の輸送対策として、都心から放射状に伸びている国鉄、現、JR 西日本、私鉄急路線と接続し、これら沿線からの来場客の利便の向上とともに、博覧会終了後も近畿圏整備に中核的機能を果たす鉄道建設の提案がなされた。 万博輸送対策に関連する中央環状線鉄道建設の提案、佐伯構想。当面は、不動大阪中央環状線に沿って、阪急千里線と国鉄関西本線との間、延長約 26.1km を建設し、将来は堺市並びに西宮市方面に延長することが考えられた。1967年。 昭和42年に策定された大阪府の大阪地方計画では、府下の交通網は、従来からの規制市街地を中心として、主として放射状に整備されているが、都市整備の観点からも、地域開発の観点からも、環状路線及び、周辺地域間の交通路線に早急に整備する必要があるとされた。1971年、昭和46年1月の、 大阪府企画室試案では、都心部への過度集中を緩和し、多角心的な都市構造の形成が必要である。このため東大阪を南北に貫き、北大阪、南大阪を東西で結ぶ、中央環状鉄道の建設が有力な戦略となる。この環状鉄道には、モノレール等の新しい輸送方式を導入することを検討する。新しい駅周辺の開発により、 鉄道の開発先導性を発揮するとされた。以下の2路線を営業している。2004年には、近畿地方交通審議会から、京阪新県において、中長期的に望まれる鉄道ネットワークを構成する、新たな路線として、大阪モノレール線の門増し、河野池新田から、荒本、宇流道、東大阪市、近鉄奈良線との交点付近間、8 7トル 延伸が、投資案として示されている。この投資案の区間については長らく動きがなかった。ものの、2013年4月に、大阪府知事、松井一郎が、2001年度から続く黒字経営を、府民に還元するべきとして事業化に向けたルート等、検討業務の開始を関係各部局に指示した。これに伴いルート等検討業務を第1四半期に、一般競争入札で発注し、 その結果を踏まえて、府庁内で協議に入る予定である。大阪高速鉄道大阪モノレール線、延伸計画も参照。斎藤ト線の半大病院前から、サイト西週間 4.2km が2007年3月19日に開業し、それより、先の、歌唱、東センターまでの区間が、国際文化公園とし、サイトの開発の進展に応じて整備される予定であったが、 2017年に1月に採算が取れないとして延伸元年が決定された大阪高速鉄道国際文化公園都市モノレール線延伸計画も参照。最急勾配は50パーミル複数箇所にある。最急曲線はホタル外継駅、芝原駅間の半径100メートルとなっている。どの編成もすべての線区の運用に入っている。 2007年3月19日の国際文化、公園都市モノレール線、サイト線の延伸後、サイト線列車が定期運用で大阪モノレール線、本線千里中央駅まで乗り入れるようになったが、その後本線の各駅で、本線方面の乗客が誤って、サイト線の列車に乗車する例があり、2007年7月頃から、側面方向幕が設置されていない編成は、ご情防止策として、 サイト線の運用にはできるだけ入らないようになっていた。その午前車に側面方向幕の設置が完了したため、再びどの編成も全ての線区の運用に入っている。4桁の車番の下2桁が編成番号となっており、2009年から先頭車両に車番とは別に編成番号が重複されている。大人普通旅客運賃、小に半額10円未満切り上げ。 2014年4月1日改定。全駅でピタパやアイコカなどの交通系 IC カードが利用できる。ピタパは利用回数割引と区間指定割引が利用できる。IC 定期券サービスは2017年4月1日からアイコカで提供する予定である。モノカードなどのスルッと関西カードは2018年1月31日を もって、モノレール各駅の改札機での利用を終了した。スルッと関西カード認知されていた符号は OM であった。また、自社で発行していたプリペイドカード、金額カードも2018年3月現在、取り扱いを終了している。通年発売の1日乗車券の設定はないが、ガンバ大阪ホームゲーム開催日に限り、観戦チケットを提示することで購入できる。 ガンバ大阪市で乗車券、大人600円、小児用なしや、第3土曜日に限り利用でき、有効日の1週間前から前日までに購入できる、モノレール沿線ブラリー1でチケット、大人600円、小児2 0 0円を発売している。また、スルッと関西3イチケット、加盟各社の交通機関に発売日から3日間乗り放題を、期間限定で、モノレール各駅で販売していたが、 2016年の秋のサンデーチケットを最後に、加盟各社と共に販売を終了した。定期券発売所は、ホタルガイケ、千里中央、南茨城、門橋の各駅に設置されている。なお、2008年11月11日より、各駅に設置されているピンク色の自動券売機で、継続定期券及び有効期限が過ぎた定期券を使った休券と、 同区間の新規定期券の発売を開始した。また、学生用の定期券は、通勤定期券に比べて割安に設定されている。第一種身体障害者手帳、または第一種療育手帳を持っている本人と介護者が一緒に乗車する場合は、本人と介護者を合わせた二人が割引乗車券を購入できる。身体障害者用車椅子の利用者が乗車する場合は、 本人と介護者2名までが割引乗車券を購入できる。いずれの場合でも事前に係員に障害者手帳を提示する必要がある。以下のケースは割引が適用されない場合である。特に第二種身体障害者手帳の所有者が利用する場合、介護者が同時乗車するとしても割引運賃は適用されない。各駅の構内には 大阪府現代美術コレクションの中からいくつかの作品を展示する大阪モノレール美術館がある。豊川駅及び西イ西駅を除く各駅の改札内に設置されている大阪空港駅は改札外に設置。なお、豊川駅及び西イ西駅にも順次展示される予定になっている。また、本の貸し出し、返却の手続きが不要で何冊でも借りることができる。 モノレール文庫が各駅に設置れている。大阪空港駅以外の駅には、レンタサイクルがあり、1日200円で利用できる。豊川駅以外の改札内コンコースには、モノドリンクと名付けられたイストテーブルを備えた、飲料自動販売機コーナーがある。駅構内のコンビニエンスストアや売店は、子会社の大阪モノレールサービス株式会社によって、運営されている。 千里中央駅と門橋駅のコンビニエンスストアは、生活再下モノウェルという名で、2011年4月に生活再開にフランチャイズ加盟し、2015年11月にはセブンイレブンに加盟し直している。生活再下にフランチャイズ加盟する前は単にモノウェルという名称であった。2015年11月には万博記念公園駅にもセブンイレブンが、たこ焼きの 道頓森ククルトの一体型店舗を開業している。また、以下の駅には、改札口と一体型の小型売店が設置されており、モノショップという名称で、改札口係員が販売を担当している。なお、モノショップは、キヨスク形式ではなく、ドアから店内に入るウォークイン形式である。これは何かの事情で、改札口係員が全員、改札口を離れるときに、 売店を閉鎖できるようにするためである。ただし、最初に設置された障子駅のモノショップにだけはドアがなかったが、2009年1月下旬に他の駅のモノショップと同様のウォークイン形式となった。モノショップ設置駅、南茨城駅には、モノレールショップという名称の大阪モノレール唯一の、キヨスク形式の売店があった。しかし、すぐ隣の阪急電鉄の駅、 コンビニエンスストアーズナスや、駅売店ラガールショップと合することもあり、2008年1月31日、限りで閉店した。その後には、モノベーカリーという名称のパンの店が開業しているが、これも2011年11月末で閉店した。第二駅には2階改札口に、モノショップが短い期間併設されていたが、2008年10月に閉店した。 一部の売店非設置駅では改札で新聞のみの販売を行っている駅がある。1990年度から2017年度の年間利用者数は以下の通りである。2017年度の利用者数を1日平均に換算すると13万1253人になる。 2008年2月6日に大阪府知事に就任した橋本徹は大阪府が出資する法人について民営化、非第三セクター化を含むを含めた検討を行うとしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。